愛犬のヒゲに絶対してはいけない NG 行為、もっと興味を持ってあげて。犬のヒゲってどんな役割がある？普段から愛犬の顔を見てる人でもヒゲに注目してる人は少ないかもしれへんな。よく見てみるとピョポピョポと何かに反応するみたいに動く犬のヒゲはめっちゃ愛らしいチャームポイントやねんで。犬のヒゲは他のヒモウとは違って触毛と呼ばれる太くて硬い毛質を持ってるねん。ヒゲの根本部分には感覚器官があって血管や神経が通ってるんやで。このヒゲを使って周囲のものや情報を感知したり、時には犬の気分を表す心理状態のバロメーター的な役割を担うこともあるねんで。基本的には犬のヒゲを切っても問題はない。犬のヒゲは特殊な毛やけど、ヒモウと同じように徐々に伸びるねん。だから長くなってくると切ってもいいんかなって疑問に思う飼い主さんもいてるん違うかな。基本的には犬のヒゲは切っても問題ないねん。大体の犬はトリミングサロンなどで手入れしてもらってることが多いんやで。ただ犬のヒゲを切る際はヒゲの生えてる根元に注意が必要やねん。さっき言った通りヒゲの根元には感覚器官があるから、傷つけてしまうと痛いから、ヒゲの根元より少し上の部分でカットしてあげる必要があるんやで。絶対したらあかん NG 行為、高齢犬のヒゲを不用意に切る。通常犬のヒゲはある程度長くなったら切っても問題ないって言われてるねん。でもそれは正常な健康状態である若い犬に限った話やねん。すでに聴覚や嗅覚が衰えてるシニア犬や生まれつき目や耳、鼻が不自由な犬の場合はヒゲで周囲の情報を感知してるから、不用意に切ってしまうと感覚が鈍ってしまって物にぶつかったり転んだりっていったリスクが高くなるねん。だから高齢犬や障害を持つ犬に関しては不用意にヒゲを切らずに、あまりにも長いと感じたらかかりつけの動物病院に相談するようにしてあげてな。絶対したらあかん NG 行為、めやみやたらと犬のヒゲに触る。何回か言った通り、犬のヒゲは感覚器官の役割を果たしてるね。周囲にあるものに触れることで何かがあるって感知できるねん。そんな敏感センサーともいえるヒゲをむやみやたらと触る行為は犬にとってめっちゃ不愉快やねん。ヒゲを触られるたびに反応してしまうから、疲れてしまったりストレスになったりする恐れがあるんやで。からかい半分、遊び半分で触ってたら次第にまたご主人かって反応が薄くなり、本来のヒゲの役割が薄れてしまう可能性もあるから気をつけてあげてな。絶対したらあかん NG 行為、ヒゲを抜く。犬のヒゲは他の毛とは違い太くて硬いねん。またヒゲの根元には感覚器官があり血管や神経が通ってるから、ヒゲを抜こうとするとめちゃくちゃ強い痛みが走るねん。無理にヒゲを抜こうとすると血が出てしまう恐れもあるし、何より愛犬が痛みを感じることで強いストレスや恐怖を感じてしまうんやで。またこれがトラウマになってあなたに触れられることを嫌がるようになるかもしれへんから、絶対にヒゲを抜こうとはせんといてあげてな。まとめ。犬のヒゲってどんな役割がある？基本的には犬のヒゲを切っても問題はない。絶対したらあかん NG 行為、高齢犬のヒゲを不用意に切る、むやみやたらと犬のヒゲに触る、ヒゲを抜く。ヒゲにも役割があるから、愛犬の体のことに興味を持ってあげてな。